ミュージックステーションでのナンバーアンダーライン愛とエーグループの共演はアイドル業界における大きな転換点を示しました。2024年5月17日テレビ朝日系で放送されたミュージックステーション以下エムステは多くのファンにとって忘れられない夜となりました。この回では旧ジャニーズ事務所出身の2つのグループが共演し視聴者を魅了しました。 それぞれのグループが見せたパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、アイドル業界の未来を予感させるものでした。まず、戸部所属のナンバーアンダーラインアイが登場しました。このグループは、元ジャニーズの平野翔27歳、神宮寺優太、26歳、岩優太、28歳から成り立っており、彼らの新曲、ボンは初披露となりました。ボンは平野翔がプロデュースし、 和とヒップホップを融合させたダンスナンバーで、視聴者の期待を一心にしょっていました。スタートエンターテイメントの新生、エイエ、グループのデビュー。一方、旧ジャニーズの新会社、スタートエンターテイメントからデビューしたエイエ。グループも登場しました。メンバーは、まさかどよしのり、27歳、末沢聖也、29歳、草間リチャード慶太、28歳、小島健、24歳、佐野正也 22歳の5人でデビュー曲 A, b e g i n n を一夜限りの特別演出付きで披露しました。この特別演出はマイケル・ジャクソンが1992年のルーマニア公演で行った1分39秒の完全静止登場を再現したものでした。かつて、やめジャニのグループと現役ジャニーズのグループが共演することは考えられないことでした。しかし、今回のエムステでの共演は、 テレビ業界における大きな転換点を示しています。テレビ朝日は以前、旧ジャニーズ事務所に対する強い忖度が働いていた局として知られており、特に、エムステではその傾向が顕著でした。しかし、2023年9月にジャニー北川氏の課外問題が事務所によって認められた後、状況は一変しました。ジャニーズの影響力の低下と、新しい機会。 エムステの2024年4月12日放送会では、ナンバーアンダーライン愛が現役ジャニーズのウエストや 20TH センチュリーと談笑する姿が見られ、5月17日放送会でもダーイ CE やジョーワンが出演しました。これにより、旧ジャニーズの新会社からデビューしたえイえグループが出演するという特別扱いはなくなり、完全に平等な舞台での共演が実現しました。 キシユタと草サリチャード・ケ太の共演も視聴者の注目を集めました。二人はザ・鉄腕・ダッシュ。日本テレビ系の若き戦力として活躍しており、視聴者に広く知られています。このため、彼らの共演が X、旧ツイッターで大いに話題になりました。C 風を巻き起こすグループたち。ナンバーアンダーライン I と a へグループの共演が示すように。 アイドルグループ間の競争がより公正になり、新しい風が業界全体に吹き込まれることが期待されています。これにより、各グループがより個性的でクリエイティブなパフォーマンスを追求し、ファンに対する魅力を高めることができるでしょう。さらに、他の男性アイドルグループや新たにデビューするグループにとっても、大きなチャンスとなるでしょう。これまでジャニーズ事務所の影響下で出演が難しかったグループも、 今後は公平に評価され、視聴者の前に立つ機会が増えることが期待されます。アイドルグループの共演が増えることで、ファン同士の交流も活発になるでしょう。異なるグループのファンが一堂に会する場が増えることで、アイドル文化がより豊かで多様性に満ちたものになることが期待されます。また、SNS を通じてファンがリアルタイムで感想や意見を共有することも、アイドルグループにとって貴重なフィードバックの機会となります。 ファンとのコミュニケーションが深まることで、アイドルグループは、よりファンのニーズに応えるパフォーマンスや楽曲を提供することができるでしょう。今回の放送をきっかけに、ジャニーズ事務所の影響が薄まり、アイドル業界全体が新たなステージに進むことが期待されます。視聴者やファンにとっても、今後の展開が非常に楽しみです。今後、以下のような変化が予想されます。多様なグループの共演、 様々なバックグラウンドを持つアイドルグループが共演し、互いの魅力を引き出し合うことで、視聴者に新しいエンターテインメント体験を提供する。クリエイティブなパフォーマンスの増加、各グループが個性を強調し、よりクリエイティブなパフォーマンスや楽曲を発表することで、業界全体のレベルが向上する。ファンコミュニティの拡大、異なるグループのファンが交流し、アイドル文化がより多様で豊かになる。 ミュージックステーションでのナンバーアンダーライン I と a へグループの共演はアイドル業界における大きな転換点を示しました。この変化が今後どのように展開していくのか非常に興味深いところです。アイドルグループやファン、そして業界全体がどのように新しい時代に適応し進化していくのかを見守り続けましょう。皆さんも今回の放送や今後の展開についてどのような期待を持っていますか コメントや SNS での意見交換を通じて、新しいアイドル文化を一緒に盛り上げていきましょう。ナンバーアンダーラインイと栄え、グループの共演が示すように、アイドルグループ間の競争がより公正になり、新しい風が業界全体に吹き込まれることが期待されています。これにより、各グループがより個性的でクリエイティブなパフォーマンスを追求し、ファンに対する魅力を高めることができるでしょう。さらに、 他の男性アイドルグループや新たにデビューするグループにとっても大きなチャンスとなるでしょう。これまでジャニーズ事務所の影響下で出演が難しかったグループも今後は公平に評価され視聴者の前に立つ機会が増えることが期待されます。アイドルグループの共演が増えることでファン同士の交流も活発になるでしょう。異なるグループのファンが一堂に会する場が増えることで アイドル文化がより豊かで多様性に満ちたものになることが期待されます。また、SNS を通じてファンがリアルタイムで感想や意見を共有することも、アイドルグループにとって貴重なフィードバックの機会となります。ファンとのコミュニケーションが深まることで、アイドルグループはよりファンのニーズに応えるパフォーマンスや楽曲を提供することができるでしょう。